皆さんこんにちは。私は横山雅文さんです。この日は出身高校がある掛川市で演説しました。即座に全身交換通行時の許可を出します。横山さんはリニア中央新幹線の必要性を訴え、早期の工事着工を掲げています。ディアスポラこういうそういうのね、今までの選挙はそういうことをやってましたね。白い手袋やってタスキをやってみたいなね。私今までの既存の選挙を一切参考にいたしません。政治は一人でできると、思い、志、強い思いがあれば世の中動くと。